どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。妖怪三国志国取りウォーズなんですけど、映画連動イベント開催中です。黄金の乱とかね。で、まずですね、閻魔ガシャ80連やってみたいと思います。閻魔大王仲間に使用、期間限定。ガシャ中身一応チェックしておきます。S ランクが9種類で 2.8%。閻魔大王、ただいまですね、出現率アップ中で 0.769%。80回回したらギリギリ出るか出ないかみたいなところですね。生ハゲさんとか百鬼姫とかキュービー、オロチ、キリンとかもラインナップです。A ランクも B ランクも C ランクも C ランクまでですね。ウィスパー孔明とかもラインナップしてます。10回引くで80連。A ランク以上1体確定。ちょいやこれウィスパーに当てた方がいいとか、なんかあるんかな、ちょっとまだ掴めてないんですけど。10個一気に弾が出てくるのかな。両手に持ってる弾をバシコーン。10個振ってきました。B ランク、ブンブンドリジョエから。ブンブンドリジョエ。これやっぱりさ、金のカプセルがレアってことかな。ブンブンドリジョエ。レアそうなやつないか、すべて開ける、やっちゃうかな。あ、モンスト風っすね。持ってないキャラがいたら途中で出てくるっていう感じですね。このボーナさん、レジェンドも解放したいし、持ってないキャラいっぱい欲しい。 C ランク幻、すべて開けるしちゃおっか。ニューが結構多いですね。トゲニャンとかもおる、右下に。あと満王寺師とかもですね。20連目いきます。イケポチャ、あなたが落としたのは金の宝珠。バシコーン。なんかあれだな、レアなやつ出てこないな。ブリー隊長関羽。でも一個ずつ開けるとこんな感じでキャラがでっかく登場するし、セリフ付きやから、まあありっちゃありっすね。ブリー隊長関羽濃すぎるよね。ブリー隊長関羽もう顔が、拙者このゴーンを忘れないでござる。お主使いたそう。金のカプセルが出たら、一個ずつ開けてもいいけど、これ S ランク多分、ないもんな。A ランク以上なもんな。S ランク以上じゃないもんね。聖おかん、祝意をすべて開けるにしてしまいましょう。B ランク、C ランクですね。なるほど。30連目いきます。ドン。両手に持ってる弾を、ズドーン。ペンパイナップアポペンすべて開ける。S ランク、なし。30連で S ランクなしです。マジか。40連目いきます。一応狙ってるのは、エンマライオなんですけど、エンマライオ出るかな ?0.7% ぐらいで。あ、金の宝箱じゃない。金のカプセル右下に。これは期待できる。爆速対指示。一個ずつ見ていきますか。持ってるキャラ、持ってないキャラ。仕切るんじゃ提言。仕切るんじゃ提言。ほとんど持ってないキャラだと思うんだけど。ブリー隊長被った。のらりくらりも。汗っかきも。これは?あ、A ランクか。座敷わらしん長老。A ランクで金のカプセル。同じキャラが出たらレベルアップしていくという、そういう流れですね。50連目いきます。閻魔ガシャ50連目。宝珠を池に投げてる感じですね。下から上にって本当にモンストっぽいよな。そしてドラゴンだしみたいな。金のカプセルとか S ランク以上確定演出あるのかな。ウィスパーがずっとワイワイ言うてるぐらいで、なんか変わった演出得意ないな。 B ランクババーン。ババーン光月 A。 光月 A 持ってるキャラ、持ってるキャラと。このボーナさん A ランク兄貴。兄貴ビュン。あのフルネームで覚えれない。三国志の武将の名前が妖怪の後ろについてるんですけど、覚えれない。ですね。
50連やって、一体も S ランク出ておりません。ギョエまずいまずい。60連目。まずいまずい。持ってるキャラばっかり。エンマ大王、これ厳しいんじゃないの？ウィスパー。座敷わらしん。あ、B ランクのワルニャン。すごいマンクと。俺を出すなんていい度胸してるにゃ。決まってるね、ワルニャン。最後が C ランクの幻かな、これ。残り20連。ドン！レア演出あるのかな？どうなんかな？竜が黄金になったりとかさ、したら面白いんやけど。金のカプセル一応あるんで、望みありかな？どうでしょうか？一番右下の金のカプセルに期待。持ってるキャラばっかり出てくる。A ランク風味挑戦。次でラスト80連目。エンマ大王どころかちょっと S ランクが全然出んのやけど。マジか。最後ぐらい。最後ぐらい S ランク攻めていったい。こんな激渋だと思ってなかった。S エアベールコインとか使った方が確実じゃない。金のカプセル右下に。3万円分が一気に消えてなくなる。 B ランク冬にゃんそうそう、かっちょいい。冬にゃんそうそう。ラスト金のカプセルに期待。ラストは持ってる風味爆死。新シーズン開幕、三国定律。俺の名は冬にゃんそうそう。知ってるにゃん。コマさん孫作ずら。あ、三つのチームにだから分かれるわけね。ジバニャンチーム、コマさんチーム、冬にゃんチーム。俺たちが揃ったからにはやることは一つ。三国定律だ。なんか難しい感じやね、定律って。高均等の世を作るため各地で反乱を起こそうぞ。まずは強力な手下を儀式で召喚するのはどう？どういうことだ？邪王カイラ登場。なんでここは？エンマはどこだ？強力な妖怪が現れよった。しかもイケメンじゃ。強いイケメン妖怪を手下にすれば、高均等の矢もすぐそこじゃな。俺が手下だとは貴様らふざけるな。邪王カイラを知らんのか。邪王カイラは、武将妖怪風の格好はしてないですね。そのまんまですね、映画と。邪魔だ。邪魔だ。興味がない。エンマを出せ。望みを叶えたくば、我らに協力するのが一番早いぞ。わかった。ならば手を貸してやろう。だがエンマが見つからなかった時はどうなるかわかってるな。奴のいるこの世界で人暴れしてやるか。邪王カイラが妖怪三国志のフィールドに降臨。とですね、国取り戦に邪王カイラ登場してるので、邪王カイラとバトルしてみたいと思います。難易度が高い方が仲間になりやすいんですけど、戦力がまだそこまで高くないんで、難易度2。これでいきます。出陣。5023vs4833。これは勝てるでしょ、どう？群馬神が劉備じゃないんだ。これってチェンジとかできないのかな？邪王カイラ、でかい。ボスなんで。オロチ周遊ジバニャン劉備がアタッカー的な存在なんで頑張ってほしい。そしてヒーラーが西洋館で、あとウィスパー孔明と風味。そろそろジバニャン行きますね。技 OK。 制限時間があるから結構急がないとダメなんですよね。ジャオカイラ HP 半分。一応群馬神の技も発動。そしてウィスパー孔明とこう。天才軍師ウィスパー孔明、口から出まかせブレス。オロチ周遊いきまーす。ヤマタのオロチ超絶イケメン。残り HP567。 ジャオカイラ
風味も必殺技発動。ジャオカイラはあれですね、やっぱり前髪触るポーズ崩さないですね。残り時間48、いける？あと必殺技2回ぐらいでいけるかな。セイヨカンがやられる。ここでマジか。ジバニャいきます。残り HP89、 これで決まると思うんですけど、ジバニャミリウムの必殺技で決まらない。残り HP61、 あとオロチとかの必殺技で決まるから、あ、多分今オロチの一撃で決まりましたね。でこの後ジャオカイラが仲間になるかっていうところなんですけど、報酬あり。ジャオカイラ仲間にならず。